パルミラ攻防戦はシリア内戦下の2015年から2017年にかけてパルミラをめぐりシリア政府軍とイズの間で行われた戦闘である。パルミラはシリア中部のホムス県に位置する都市タドモルの別名またはタドモルの郊外にある遺跡の名称である。ここでは都市をパルミラ市遺跡をパルミラ遺跡と表記する。世界遺産であるパルミラ遺跡は古代には たどもると呼ばれていた。ソロモンが建設したとも伝えられ、セレウコス朝時代に流星し、ローマ帝国の支配下で、さらなる発展を見せた。3世紀後半には一時独立して、パルミラ帝国が建てられたが、272年ローマに、滅ぼされてからは衰退の道をたどり、アラブに略奪され、廃墟と化した。ローマ時代の遺跡は残存しており、その博物館もある。 シリア内戦では何度か支配者が入れ替わった。2015年5月にイズが政府軍からパルミラを奪い、2016年3月に一度奪還されたが、同年12月に再びイズによって制圧された。2017年3月に政府軍によって奪還された。アラブの春がシリアに波及して以降、シリアの大統領バッシャール・アル・アサド率いるシリア政府軍と、 反体制派の間で内戦が行われていた。首都ダマスカスを含むシリア各地で戦闘が行われ、2013年2月には政府軍の支配下にあったパルミラでも自爆攻撃が行われた。同年6月、国連教育科学文化機関はシリアの世界遺産の6つすべてを危機遺産に指定した。この中にはパルミラ遺跡も含まれている。2015年にはイラクで、 占領地の遺跡を破壊していたイズがシリアで快進撃を続けパルミラに迫っていた。2015年5月12日夜、イズによるパルミラ攻撃が行われた。15日までに政府軍の兵士73人とイズ戦闘員65人の計138人が死亡し、イズはパルミラ遺跡の 1km 先にまで迫った。シリア人権監視団によると、 イズは占領したパルミラ近郊の損落で政権の協力者として民間人を26人以上処刑した。14日、シリア文化財博物館総局長のマムーン・アブドルカリムはイズがパルミラに入ればパルミラは破壊され国際的な第惨次になるとして国際社会の行動を求めた。ユネスコ事務局長イリナボコバはシリア政府軍とイズに パルミラ遺跡を破壊しないよう呼びかけた。17日にはパルミラ北部の大半がイズに占領され、激しい戦闘が行われた。20日夜から21日にかけてイズは政府軍情報機関基地、軍空港、刑務所などを制圧し、政府軍は撤退した。21日、イズはパルミラ市を完全に占領し、これによりイズが シリア国土の半分を支配したと報道された。パルミラ陥落の背景には、シリア政府が重要な地域の確保を優先した結果と、する見方もあった。つまり、ダマスカス沿岸部、ハマーホムス、及びダマスカスベールーと、ダマスカスホムスを結ぶ、幹線道路に戦力を集中し、パルミラなどからは撤退するというものである。パルミライ石外線モンイズは、 パルミラ占領から数日で数百人をシリア政府の協力者として虐殺した。また、イズは1980年代に囚人が虐殺されたことで知られるパルミラ市の刑務所を破壊した。7月にはパルミラ遺跡のローマ式円系劇場で少年兵が政府軍兵士を処刑し、その様子を劇場の座席に座る男や子供たちに見せつける映像を公開した。 8月には、イズによって、シリア遺跡専門家の重鎮で、パルミラ遺跡管理当局の元責任者ハレド・アサドが処刑された。パルミラの広場にいた数十人の面前で殺害され、頭部を切断された。アサドの遺体は、パルミラ遺跡の中に吊り下げられたという。イズから守るために隠した貴重な工芸品のありかを、教えることを拒んだためと伝えられている。さらにイズは、 パルミラ遺跡の神殿を破壊し、その映像を公開した。10月には柱の飾りが偶像崇拝であるとして、イズが外旋門を破壊した。パルミラ遺跡の破壊は世界に衝撃を与え、シリアに対する国際世論の関心を高めることとなった。2016年3月、ロシア航空宇宙軍による支援を受けた政府軍はパルミラ奪還に向けて、 構成を仕掛けた。同月23日には政府軍がパルミラから800メートルにまで迫ったという。26日、政府軍はパルミラ市とパルミラ遺跡を完全に奪回し、伊豆兵士はパルミラ近郊のスフナフや北部ラッカ、東部デリゾールに交代した。占領直後のパルミラ遺跡では政府軍の地雷公兵が遺跡に仕掛けられた爆弾、地雷の撤去作業を行った。 5月、パルミラ遺跡の円形劇場で、ロシアのマリーンスキー劇場還元楽団による演奏会が開かれた。ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、コンサートの開演にあたって、ロシアから演説を行い、テロリストから解放されたパルミラでのコンサートという、今日の素晴らしい人道的活動に感謝すると語った。2016年12月、イズは再びパルミラに構成をかけ、 8日には4キロの位置にまで進んだという。シリア空軍はイズ戦闘イ員らに対して空爆を展開した。12日には政府軍が撤退し、再びパルミラ氏がイズの手に落ちた。政府軍がアレッポの戦いに先進していた隙を突かれた形となった。アメリカ国防総省によると、この時伊ズはシリア政府軍が 同地に放棄した戦闘用の装備品などを入手した。伊豆の再占領後、パルミラ遺跡は再び破壊された。2017年2月、ロシア航空宇宙軍の支援を受けるシリア政府軍は、パルミラへ攻勢を仕掛け、パルミラを見下ろす複数の丘の頂を相次いで制圧し、市の西側を射程圏内に収めた。3月1日夜には、パルミラ市の大部分を占領した。 3日、ロシア国防省、セルゲイ・ショイグはプーチンにパルミラ奪還を報告し、シリア人権監視団もイズが撤退し、政府軍が地雷の除去作業を行っていると発表した。8月には、政府軍がパルミラの北東約70キロ先にあるスフナフを伊豆から奪還し、デリゾール包囲戦で孤立している部隊へ援軍を送る、道が開かれた。ありがとうございます。